今回は八方尾根スキー場のゴールデンウィーク初日の情報をお届けしたいなというふうに思います。ゴールデンウィークなのに滑れるのっていう方いらっしゃるとは思うんですが、まだまだ続く雪山の情報をできるだけ分かりやすくお届けしたいなというふうに思います。こちら朝5時半の様子ですが、この様子をご覧いただいて誰もおらんといった印象ですね。まあ正直この時間は見に行くだけですぐ帰ってきたんですが、その後7時10分のゴンドラリフトの様子です。人少なくねって感じですよね。普段の土日の方が人並んでるかなといった印象です。またゴンドラ待ちの様子じゃなくて混雑の状況は駐車場のライブカメラで判断する方がベストなのかなっていった考えを僕は持っております。まあこう見る限り全然いないですよね。改めてゴンドラリフト待ちの様子をご覧いただきますと、まあ、全然並んでないですよね。多分この位置からなら10分ぐらいでゴンドラ乗れると思います。そしてなんやかんやあって7時30分頃にリフトが動き始めました。同時刻のパノラマゲレンデですが、見た感じもう行きそうですね。もう必死になんとかつなぎ止めてるといった感じで、その後なんやかんやあってゴンドラリフトに乗車することができました。まあ、この列を見てもそんなに普段と比較してあんまり変わんないかなといったような感じで、ゴールデンウィークということもありスキー場の方も最後の追い込みをかけたいかなといったところですよね。こちらウサギ平ゲレンデの様子ですが、ウサギにも風穴が開いておりました。また引き続き朝一のゲレンデの様子をご覧いただきたいんですが、ところどころジャガイモっぽいものがあったり、朝一はそれなりに綺麗に滑れそうかなといったところですね。こちらパノラマゲレンデですが、連休後半は無理ちゃうかなといったぐらい融雪が進んでしまっております。この様子なら連休後半は正直無理ちゃうかなといった状況ですね。知らんけど、こちら先週なんですが全然大回りできるほどのゲレンデの幅がありました。なんならもう全面滑れるぐらいの勢いでしたね。それが1週間でこうなってしまいました。やはり気温が高くて雪が溶けてしまったんじゃないでしょうかね。反対側の迂回コースもなんとかコースは維持してるかなといった状況ですね。もう明日明後日には正直厳しいかもしれません。続いてウサギ平ゲレンデと袖黒はまだ大丈夫そうかなといった状況です。ここから確認する限り土が見えたりということはなさそうですね。その後なんやかんやってゲレンデ上部の方へやってきました。グラートはなんなら滑りやすそうかなといったような状況でしたね。やっぱり圧雪がかかっている部分とかかっていない部分が双方ありました。その後なんやかんやでガスり始める八方尾根スキー場、もうこれは正直しょうがないです。誰のせいでもないです。もう完全にもうこういう天候でしたね今日は。はい、もうなんかルフィのギアセカンドみたいになってますが、ゲレンデの状況としては黄砂で茶色い雪かなといったところですね。まあ、その上に少し雨っぽいものが混じって滑りやすそうな状況でしたね。まずこちらの映像を確認する限りでは水分を含んで結構滑りやすそうかなといったところです。先ほどから私のレポートに違和感を覚えていただいている人は非常によく見ていただいている人です。まあ、ちょっと話は置いておいて、黒菱のコブ道場の様子ですが、このような形で結構コブ斜面が浅くなってしまっています。まあ、これはこれで滑りやすいのかなといったところですが、ブレーキをかけていくタイミングであったり削れる幅が違うので、このあたりの難しさはあるかなというふうに思います。急斜面の様子ですが、このような形です。あまり滑っている人はいませんでした。正直ですね、本日ゴールデンウィークとは思えないほど人が少なかったですね。まあ、こうやって映している限りでもそんなに人が映っていないので、やはり結構雨の影響なのか結構空いているといった印象を受けました。ちなみに私事ですが、雨のゲレンデは結構滑りやすいので好きです。明日の予想ですが、天候は改善する見込みです。まあ、晴れマークついていたんで明日の天気は大丈夫かなというふうに思います。お客さんも増えるんじゃないでしょうか。ごめんなさい、漢字の変換ミスってますね。まあそこは置いておいて、やはり山の天気っていうのは崩れる場合も全然ありえるので、着替えとかを持ってきていただけるといいかなというふうに思いました。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画の映像はすべてクマさんに撮影してもらいました。私は現地に行っておりませんので、雪の状況とかは分かりません。なのでそのあたりは皆さんで妄想してください。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。